ウィリアム・ベインブリッジはアメリカ合衆国の軍人、アメリカ海軍大将。米英戦争におけるイギリス海軍のフリゲート、ジャバとの戦いでの勝利でよく知られる。ベインブリッジはニュージャージー州プリンストンに生まれる。14歳で船員となり、幼くしてスクーナーの指揮を取るようになった。当時のアメリカ合衆国の貿易船は公開条例によって、 英業西インド諸島での小取引から除外されると思われていたにもかかわらず農園主たちによる偽装の援助によって多くが密輸取引に従事していた。戦争は中立の立場で貿易を行うことを難しくした。したがってベインブリッジはイギリスとフランスの巡洋艦からの多くの干渉を避けるか撃退することを期待しなければならなかった。彼は ボルドーからセントトーマス島に向かう途中に、イギリスのスクーナーから攻撃を受け、これを撃退したがその罪にを奪わなかったという。また、エドワード・ペリュー卿の指揮するフリゲート、インディファティガブルによって、アメリカ人船員が徴用されたことに対する報復として、イギリス船から船員を連れ出したとされる。1798年に、アメリカ海軍が創設されると、彼は、 海軍主官の一人として、スクーナーのレタリテーションに任命された。レタリテーションの艦長として、西インド諸島をパトロールしている間に、ベインブリッジは、フランスのフリーゲートに追跡され、これに対して降伏した。これには、乗組員の反対はなかった。この行動に対して、ベインブリッジは処罰されなかった。18問ホブリック、ノーホークの艦長として、ベインブリッジは、 フランス軍に対抗した。フランスはイギリスと同様にアメリカ船の小取引に対して攻撃的であった。デイに敬意を表すベインブリッジ1800年アメリカ合衆国はアルジェのデイに対して地中海におけるアメリカ商船を捕獲しないように要請するためベインブリッジを派遣した。24門砲スループのジョージ・ワシントンで到着後、ベインブリッジはアルジェ港で 砦の訪問の直下に闘病するという戦略的ミスを犯した。デーはアルジェ大使と随員をコンスタンティノープルへ運ぶか、艦を砲撃で即座に破壊されるかどちらかを選ぶよう要求した。ものすごい嫌悪を感じながら、ベインブリッジはアルジェの旗を形容してデーの使者を務めることを受け入れた。合衆国はバーバリ諸国に対する工作が無意味であったことを、 サトリ武力の行使を決定すると、ベインブリッジは、アルジェ、チュニスに対する攻撃に参加した。フィラデルフィアの指揮を取ったものの、1803年11月29日に、チュニジアの海岸で座礁している。ベインブリッジは、時間が損傷しなかったものの、乗組員と共に降伏した。事実艦は、満潮後に受傷し、チュニスの米によって捕獲された。 イントレピットを指揮するスティーブン・ディケーター中尉は1804年2月16日にフィラデルフィアを破壊するためトリポリ港への野襲を実行した。ホレーショネルソン提督はこれを時代の最も大胆で勇敢な行為と評したとされる。トリポリ港で炎上するフィラデルフィアフィラデルフィアとその乗組員の捕獲はジェファーソン大統領が陸軍の将軍であったウィリアム・イートンをトリポリに 派遣する動機となった。1805年に行われた300名のアメリカ人人質を解放するという、この任務はアメリカ合衆国にとっての最初の秘密作戦であった。イートンはプレスリー・オーバノーンを隊長とするアメリカ海兵隊の文献隊と共にアレクサンドリアに上陸し、20名のキリスト教徒及び100名のイスラム教徒の傭兵からなるグループを結成し、500マイル、 以上の長旅を行った。アイザック・ハルが艦長を務めるブリックのアーガースが会場からの支援を行い、イートンは1805年4月27日にダーネからトリポリへの攻撃を始めた。ダーネの制圧は海兵隊参加の中に謳われる。さらにアメリカ軍がトリポリへ迫る勢いとなり、1805年6月に トビア・スリアとジョン・ロジャーズ大将がトリポリのパシャと和平の交渉を行うこととなった。トリポリで座礁したフィラデルフィア、1803年ベインブリッジは1806年6月3日まで、投獄されていた。解放後彼は、投獄によって失われた利益を取り戻すため、海上貿易の仕事に戻った。バーバリ戦争の終結に伴い、アメリカ海軍はその規模を縮小し、 大半のフリゲートは港に経由された。議会は1809年前半にこの政策を変更し、ベインブリッジは1809年にフリゲートのプレジデントの艦長に着任、その年の9月に大西洋岸のパトロールを始めた。1810年6月には沿岸での任務に移動した。アメリカ合衆国とイギリスとの間に米英戦争が勃発すると、 ベインブリッジはアイザック・ハルに代わって44門法、半層フリゲート、コンスティチューションの艦長を命じられた。コンスティチューションはゲリエールとの戦闘でこれを捉えるなど輝かしい戦績を挙げており、ベインブリッジの指揮下南部大西洋を巡行した。クライストチャーチ埋葬墓地のベインブリッジの破壊し1812年12月29日、ベインブリッジは イギリス海軍の反送フリゲート、ジャバと遭遇する。ジャバは新たに、ボンベイ総督に任命された、トーマスヒスリップ陸軍中将とそのスタッフを乗せて、東インド諸島に向かう途中であった。ジャバに乗り組んでいた船員たちは、非常に未経験のものが多く、訓練を受けたものは、ごくわずかであった。船員たちは、1日の放術訓練を受けただけであった。アメリカ海軍は、 イギリス海軍の何名かの艦長が無視した法術訓練に対してかなりの注意を払い、コンスティチューションの船員たちは法術に対して熟練していたため、ジャバの運命はすぐに決定した。戦闘でジャバは粉砕され、大損害を被った一方、コンスティチューションへはダリンを取り外した、一撃の他はほとんど損傷を与えることができず、降伏を余儀なくされた。 戦闘の間にベインブリッジは二度負傷したが、指揮を継続した。コンスティチューションはジャバが沈没する前にそのダリンを取り外して自らに装着した。コンスティチューションは今も現役で任務を継続中であるが、そのダリンはベインブリッジがジャバから取り外して装着させたものである。イギリスとの戦争が終わると、ベインブリッジは第二次バーバリ戦争に従軍し、 バルバリア海賊と戦った。1820年、ベインブリッジはスティーブン・リケーターの決闘のセコンドを務めた。ベインブリッジは実際にはリケーターに対して長年にわたって嫉妬感を抱いていた。1824年から1827年まで彼は海軍評議委員会の委員を務めた。ベインブリッジはフィラデルフィアで死去し、 フィラデルフィアのクライストチャーチ埋葬墓地に埋葬された。ベインブリッジの栄誉を称え、数隻の艦艇がベインブリッジと命名された。1842年に収益したブリック、アメリカ海軍最初の駆逐艦である DD-1、クレムソン級駆逐艦の DD-246、原子力ミサイル巡洋艦の CGN-25、25 アーレバーク級ミサイル駆逐艦の DDG-96 の5隻である。また、彼にちなんで命名された地名や施設としては、ベインブリッジアイランド、ベインブリッジ軍区、ベインブリッジ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 ストリート、オールドベインブリッジロード、ベインブリッジ海軍訓練センターなどがある。ありがとうございます。